1세트 가라 하세트 마데 데스. 창세기 6장 록쇼 1세트 가라 하세트 마데 1절 데스. 말씀부터 8절까지 교독을 1세트 하겠습니다. 즈 요미타이 또 사람이 모이마스. 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 神の子らは人の娘たちがいかにも美しいみてその中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその子にもネフィリンは地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 썰어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라. しかし、ノ그러나 アは主の요한은 心にかなっ여호와께 ていった。은혜를 입었더라. 아멘。아멘. 축복을 선언하겠습니다. 평안하십시오. 당신은 세계사를 선교사입니다. 그 황마한 땅을 기업으로 상속하십시다. 한번더 인사하십시다. 당신은 언약의 백성입니다. 맞습니까? 우리는 언약의 백성으로 私하나님께 たちは부르셔서 우리의 契걸음을 約の子통해서 供として、땅 끝까지 복음이 증득해 하실 この地것입니다. の果てまで어떤 福音を일들과 문제가 伝える있을지 まで、않고 우리의 정체성 私나는 の私たち언약의 の백성이라는 アイデンティティいい사실 は붙잡을 契때마다 約の확인할 民だと때마다 いうこと、정확한 하나님의 인도하심을 누리게 되어 있는 것입니다. 오늘 이 正시간도 언약의 しく백성에게 味하나님이 わうよう저에게 祝福말씀을 しま주시고 す。그 말씀으로 충만한 시간 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 한한달반 전이었을까요? 1ヶ月ほど前일본에 ですが、사시는 분인데 日本のお住어느 まい예배에 の참여하셨어요. ある方が、うち그분이 の教会の礼예배 拝드리고 に나서 나가면서 하신 일이 参加し이야기를 て、メッセージを聞い어떤 환인데 て、저렇게 나에 대한 이야기를 하실까? 言いました。牧師先말씀을 生が、통해서 내 자신을 다시 한번 돌아보게 되었고 なぜ私の말씀을 生통해 내 活の자신이 ことを정리되어지는 正確に그 부분들이 言ったのだろう보여졌다라고 고백을 と했습니다. 告白して、하나님의 その사람이라는 中걸で인정한 것이죠. 自分の生하나님의 活を말씀을 우리에게 御言주시고 葉で整理され말씀 속에 ていること우리의 を걸음들을 우리의 確認す인생들을 る誓となった정확하게 と인도해 나가시게 돼 告있습니다. 白されました。그래서 지금 계속해서 우리가 살펴보고 있는 것 중에 今、신앙생활의 근본, 信仰영적생활의 生活の근본인 根本、말씀에 대한 また、부분을 살펴보았고요. 그 霊말씀에서 的な말하는 生그 活の根양쪽 안에 本である진리가 御言있습니다. 葉について、하나님의 말씀은 メッ우리에게 セージ다른 것 이야기하지 を않고 伝えました。복음을 말씀하셨어요. 그래서 복음이 정리되어야 된다는 ま말씀을 た、드렸고 福音がと 整그 理복음의 축복을 され누리게 なければできならないし、그와 더불어 정말로 이 땅에 その살아가면서 하나님의 後최고의 祈り、관심이 있는 전도가 伝道정리되어 ま돼야 で된다 말씀을 整드렸습니다. 理されなけれ그리고 ば、오늘을 승리하기 위해서 하나님께서 整분명히 理されなければ너를 なりま따라 せん。붙는 은혜를 주시는데 오늘을 승리하기 위해서 어떻게 인도받아 나갈 今것인가 지난주까지 같이 말씀을 나누었습니다. 日のことを勝利그するために、의미에서 여러분 신앙생활에 가장 先週중요한 ま부분들이 で있다면은 そのことについてメッセージを근본이 伝えました。무엇인가를 알고 그 最も大근본이 事なの우리 は、안에 その根本が각인 우리 체질 되어져야 돼. 何그なの다음은 かを知っ아무리 て、어려움과 문제들이 その있다 할지라도 根本を根付い근본만 て、제대로 우리가 딱 갖춰 있으면은 大흔들리지 切않습니다. になり、그리고 방황하지 않습니다. 오히려 근본만 딱 갖춰 있으면은 문제 속에서도 하나님의 정확한 その인도하심과 大切になっ함께 ていれば、하나님의 どんな問준비하신 題の中で응답을 も、보는 神눈들이 から与열려질 えことられですたその答えを그래서신앙見るよう생활은 になります。이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 なので、중요합니다만은 信仰生活は、그보다 더 중요한 것도 있다 こういするべきだ、ああするべ우리에게 きではなく、근본 중에 근본인 その정말로 根本 성경에서 の말씀하신 中の根근본이 本である무엇인가를 제대로 神알고 の御言잡는 것이 葉を중요한 正것입니다. 確に
知ってできることは大事であります。他のことを語るのではなく、創世記3章6章11章のことを伝えて、伝えることが花教会の生徒たちは知っていると思います。その漱石の問題は、私自身が中心となって、その私のところから出ている問題です。なぜその漱石3章6章1章のように根本のことを言い続けるんだろうか。今の人はそういうことは昔話であり、今はそういう問題はないんじゃないかとそう言っていますが、果たしてそのようなことは実際に関係のないことではなく、私自身にある問題であり、教会の中にある実際の問題であります。なので、私たちは創世記に不信仰に陥ったその不信者たちを生かすべきだと言いますが、その前にその問題は教会の中の問題であり、私たちの中にある問題であります。今日の本文にはネフィリムのことを語っています。創世記6章2節に、神の子ら、また4節目の神の子らがと書いてあります。そのバベルの塔のことを、また箱舟のそのバベルとの事件を起こしたのが、箱舟の契約を握って入ってきたノアの子孫たちだったです。よく考えるべきだと思います。なので、その根本問題は常にサタンから来た、悪魔から来たと言いますが、結局は私たち自身、私自身の問題です。神様が私たちに祝福されて、自由な意志を与えてくださいましたが、その意志を人間と天使たちに与えてくれました。しかし人間は堕落して、その意志を喪失してしまいました。なので、私たちは常に私中心として生活するしかありません。カトリックが言うネタシだ、많은사람이ネタ運動を일으켰는데、ある意味カトリックで語っている私自身の問題、そういう単純なことではありません。教会に使えることにあたって、美信者たちは漱石の状態に陥っているから、彼らを生かすのではなく、私たちが教会からその問題を乗り越えなければなりません。パウルは常に毎日が死の連続ですと告白されました。第一コリント15章31節です。
正しくパウロが悟りました。結局この地のこの世の問題には私から来たので、今日のタイトルように霊的な問題の震源地は私なので、その私のことを回復しなければなりません。まず一つ目は、一日でも何度も苦しめるその仇は私という存在であります。もちろん創世記3章のように悪魔が人間の惑わして威圧したのですが、結局は騙されたのは人間であります。なのでそのことをでエヴァに対して、あなたは神はあなたは必ず死ぬと言いましたが、エヴァはそのことに対してあなた方が死ぬといけないからだと、そう言っていました。そういうことは常にそのようなことを心に持って、いつもそのことに気になっていたということになります。なのでエヴァがそのように騙されてしまい、またアダムも騙されてしまいました。結局その問題は私という私自身から出たということになります。私自身を乗り越えることはできなくて、私に執着したあまり起きた問題です。なのでネフィリムに落ちたわけです。救いを受ける者はその生活は徹底して神の導き通り、また見働きを行われる通りその生活すべきなのに、結局私中心で考え方で生きて行ってしまいます。今日の本文のように、神の子らが人の娘たちを選んだと書いてあります。実際に私自身が主人となって生きているので、常にサタンから攻撃されるしかありません。なので私自身を姿を正しく見る必要があります。神のことを常に口にしても、その後には実際は私中心として生活してしまいます。結局その中心は私です。教会を使えることに対しても、どんなことをどんなことが決まったとしても、その教会の主人は神であり、教会の頭は神であります。シドの働き16章には、パウロがアシアで福音を伝えるために、その福音を伝えるために伝道を徹底して、それに対して備えました。徹底的に準備
したのにもかかわらず、神が許されませんでした。私たちがどれだけ決めて進めようとしても、神が許されない限り、근데사도행16장에보면은전혀자기들도원치않았던마게도니아의환상하나님께서神の望みではありませんでした。그부분을놓고바울은그토록아시아에서복음전하기를원했지만은그모든것을중단하고それに対してパウロは성교의걸음들을움직이는것을보게됩니다。そのことを여러분그런말면유럽이복음을먼저받게되고그유럽을통해서결국考えもしなかったところ마케도니아に向かって進めました。なので私の信仰生活は私の計画ではなく私の考え方ではなく神の導きの通りにしなければなりません。なので私たちは決めても常に私が決めたとしても常に神が望まれることなのかを確かめなければなりません。ピリピ一章九節に私は祈っています。また十節にあなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。そうじゃないと私は結局人本主義が出てしまい神から与えられた力を失ってしまいます。教会の中にある問題をよく見なければなりません。サタンと言いますが結局私から出た問題であります。昨日テグの地域で集まって祈り会を行いました。その会長牧師先生が短く語ったことがありました。イスラエル民が民にあった問題はそのイスラエルが神ことを捨てて閉まったことです。結局しかしイスラエル民は共同体であること、一人が偶像崇拝をしたとしても共同体なので偶像のことを捨てて神のもとに戻りましょうと語りました。なので今の問題は誰の問題ではなく私たちの問題であります。なので私たちは結局神のところに戻らなければなりません。聖書を見ると그냥단순히기도한것이아니라사실은어린양번제를드림으로말며하나님께제사함으로나갔죠그때하나님이기적의역사를일으켰는데블레셋의공격을우레를바람으로말며아마하나님께서막으시는역사가일어났어요그렇습니다결국은마귀사단이야기이전에배경엔배우의사탄속는문제도있지만나의문제요우리의문제요우리교회의문제요語る前に私から出ている問題であり私がその神のもとに戻らなければなりません。誰が正しい誰がまた間違っているそういう問題ではなく私が神のもとに戻らなければなりません。確かにサタンという存在は大したものでありますが、
しかし結局イエス・キリストによって縛かれました。なのでサタンは常に私たちを惑わして騙しようとしています。天の歴で皆さんご存知だと思いますが、その主人公であるクリスチャンが破滅の町で天国を向かっているストーリーですが、その中でそのように皆さんは神の民であり、誰も皆さんを勝つことはできません。すでに勝利したキリストが皆さんの中にいるからです。なので大事なのは、私の主張、私の意志、計画、その通りに生きていくのではなく、その意志に騙されなければ勝利するようになります。福音より実際ににじみ出るのが私という存在です。その常に口に出して言い訳とするのは福音、神の栄光を常に語っていますが、実際は私のことが出てしまい、私のことを振り返り見なければなりません。なので毎日常にキリストの力の中で一日を始めなければなりません。ある意味選択、そういうことは、そういう生活は選択ではありません。一日生きているうちにキリストの力の中で始めるよう祝福します。そのために私たちは祈ります。久々に祈る、そういう感覚ではありません。その神から出る祝福は祈りから出ます。진짜매일매일의삶이그리스도그이름안에들어가기를바랍니다나는오늘도그리스도가필요합니다私は今日もキリストが必要であり、그리스도께서역사하여주옵소서毎日出会いの中でキリストが見働きがなりますようにと常に祈っていただきたいと思います。두번째입니다2つ目です。영적지는지바로나라는사실을안다면은霊的問題の震源地であることが私だということを知っていれば、また神の神が行える見働きが行えるところを逃してはいけません。하나님역사하시는그부분들을놓치지말아야된다는사실常に見働きを行えることを逃してはいけません。モセに神がモセを通して働きを行おうと言ったときに、
モーセは私はできないできないできませんと告白しました。その時に出エジプト4章24節に主はモセに言われ彼を殺すとされたと書いてあります。そのあとモセは神が共におられることを悟りました。その自分のアイデンティティを初めて見つけて神の御前に立ちました。公害の前でも一緒に戦いましょう、一丸となって戦いましょうではなく、神が神が行える主の祝福を救いを見なさいと言いました。そういうところを私たちは毎日確かめなければなりません。神が見働きを行う、そういうところを私が逃してないか毎日確かめてチェックしなければなりません。私たちにある出来事が起こってしまったら慎重に考えずにとっさに判断してしまう場合があります。その時に自分の考え方が出てしまいます。私自身も知らずにとっさに私っていうところに戻ってしまいます。本当に神の子であれば神の中で常に信じますと確かめて進めなければなりません。今までただ福音、ただ伝道、宣教の中で導かれてきました。それが花教会であります。私はこの教会で中学教師からまた担任牧師まで続いて時間がそれほど経ったのですが、またある時期は花教会は神秘の運動にも関わりましたが、実際に伝道の流れの中にいて、その流れで今まで答えを受けてきました。その契約の中にも異端がされても長老さんたちは今まで教会のことを守ってくださいました。私はその事態が神の見働きであり、神が導かれなかったら花教会の今がなかったと思います。その次世代のためのその契約が私たちに与えてくださった
ミッションであります。そのために私たちは次世代のために備えて備えなければなりません。サタンは常に教会のことを潰しようと働きを行います。今世間では宗教のことを通報したり、また差別を禁止する法を立てようとしています。先日はドイツでは男性と女性を私は男性で私は女性を決めるその権利を성비결정하는부분에부모들이간섭하니까親子の干渉されずに決める権利が子どもに与えられました。今次世代たちは四角地帯に落ちています。今までの韓国の青少年たちの精神問題よりこの間3年間の韓国の青少年若者の精神病が5倍となっています。なので私花教会が福音に戻らなければならない、福音のもとに戻るべき。今心を痛めている皆さん方々が大勢いると思います。しかしこれは237個性就職のために神様がさらされたことであります。その福音のために今神様がさらされました。なので今住職者たちは生きて一人一人の現場にその現場を生かせないと具体的にその現場で個人のために働かないと私たちの教会の生徒を守ることはできないとこう悟りました。だとしたら今皆さんは正確な信仰の告白をしてください。今起こっている問題を通して正確に福音を伝えなければなりません。これらの問題を福音の目で見て、また次世代にもその福音の目で見ることを教えなければなりません。単なる言葉で伝えるのではなく、福音で福音の前で
私たちが決めている行動していることを次世代たちは見ています。私たちにある危機は単純な危機ではありません。問題があるたびに私たちにピンポイントになって、神の御働きの中に御働きを味わうべきです。神の御働きを逃さない皆さんなるよう祝福します。神の御働きの前に立って、その中で全てのことを見る力を得るよう祝福します。常にモセが考えていたのは、神の御前、神が私たちの中、また私のたちの背景に。80歳になった頃、モセのアイデンティティを悟らせ、常に神が御働きを行われることを示されました。なので、聖幕を中心として、三つの祭りを中心として、契約枠を中心として、常に共におられるので、そうにもかかわらずまた逃してしまいます。またカナンに入って神殿を建ててもまた逃してしまいます。で、結局バビロンに捕虜として捕まえました。神は創世記3章6章11章がどれだけしつこく関わってくるのかを、見せました。私のことを惚れません。私のことを諦めないということは、サタンがよく知っています。毎日、なので毎日私に対して攻撃してきます。なので、その福音を見ないと、結局私ということに戻ってしまいます。ティモテ第一15章には、私はその罪人の頭ですと、また8節には、月みたらずで生まれたものと同様な私だと言っています。私が生きる方法は、カラディア2章2節よりキリストの中で私自身を捨ててキリストの中にいることです。霊的の問題の震源地である私を乗り越える皆さんになるよう祝福します。
로마서 5장 7장 25절에 보면 오호라 나는 공고한 사람이로다. 자기 자신 안에 어떠신 파울로와 오호라 나는 공고한 사람이로다. 즈네니 이 사망의 법에서 누가 나를 건져내랴. 로마서 7장 언약을 붙잡았죠. 26절에 보시면은 24절에 보시면은 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사한다. 자기 자신의 문제를 알았어. 나는 공고한 사람을. 그래서 내게 오늘도 그리스도가 미지매 난 인간다도 쯔네니 곡과 그 살이 맛있다. 나를 이기기 위해서는 어떠시 지신오 너것도 노리코에르 타메니와 오직 그리스도 어떠시 오직 하나의 나라 너 신노 스가타와 그리스도는 나카니 이르 세례주만 되나케레바 나리마센. 소리가 소리가 어떠시니 이르 도끼니 막도니 세례주만 노 아지아오요 슈쿠쿠시마스. 그런 적이 저는 내가 산 것 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 찬양하면서 기도 제목들 한번 보십시다. 영적 문제 지는지를 아는 전도 제자의 기도입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 모든 결정 속에 기도로 지극히 선한 것들을 분별하게 하옵소서. 날마다 그리스도 능력 안에서 하루를 출발하도록 하옵소서.